筑紫哲也6月23日から2008年11月7日は、日本のジャーナリスト、ニュースキャスター、朝日新聞社記者、朝日ジャーナル編集長、TBS テレビ、筑紫哲也ニュース23メインキャスターを務めた。1935年、大分県日田市で、筑紫和臣の長男として生まれた。静岡県立沼津東高等学校及び、東京都立小山台高等学校を経て、早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。1959年に、朝日新聞社に入社。1968年アメリカ統治下の沖縄に、特派員として赴任。1971年から1974年まで、ワシントン特派員。1978年から1982年まで、テレビ朝日、日曜夕刊。こちらデスクメインキャスター。1984年から1987年まで、朝日ジャーナル編集長。ニューヨーク勤務の1989年夏、TBS からの打診を受け朝日新聞社を退社。同年10月に、筑紫哲也ニュース23を開始することとなる。彼のジャーナリストとしての社会的な発言には、起予方変、賛否両論あったが、ニュースキャスターとしての手腕は、この番組で確実となり、以降は、ニュースステーションのメインキャスター、久米宏と並び民放ニュースキャスターの顔として広く認知された。久米宏とは、平日夜のニュース番組の視聴率を激しく争ったが、広島東洋カープのファンという共通点があったため、日刊スポーツの企画で1991年の西武ライオンズとの日本シリーズを仲良く観戦している。久米は、筑紫さんは戦争の歴史を刻んだ沖縄と広島に心を寄せ、地方球団、市民球団のカープを愛していました。筑紫さんは、反中央、反権力という自分の性格をカープに重ねたのではないかと述べている。1993年、筑紫哲也ニュース23のメインキャスターとしての業績に対して、第30回ギャラクシー賞、テレビ部門個人賞を受賞。国会議員の年金未納問題を批判していたが、2004年5月13日放送分のニュース23で自身の年金未納が発覚を謝罪し、翌日から一時期番組の出演を見合わせた。2007年5月14日放送のニュース23で初期の肺がんであることを告白。2008年にテレビ報道の社会的役割の向上に貢献したとして日本記者クラブ賞を受賞。同年11月7日午後、肺がんのため、東京都内の病院で死去した。享年74。真裏の報道番組同士のライバル関係にあった、久米宏、古舘一郎らが、自らの番組でその死を悼んだ。筑紫の遺族が、筑紫の遺産について7000万円の申告漏れを、東京国税局から指摘された。そのうちの海外口座の4000万円については、資産を、意図的に申告から除外したとして遺産隠しと認定され、重加算税を含む約1700万円の追徴課税となった。2013年1月、BSTBS において、ドキュメンタリー、筑紫哲也明日への伝言、残日録をたどる旅が放映されることとなった。リベラル派文化人の代表的存在だが、報道姿勢について賛否が分かれることも多かった。その一方で、野村修介と親交があり、それを阿川佐和子に驚かれたことがあるように、保守的姿勢の人物に対しても許容している側面があり、これ以外にも、筑紫と親交の深かった、保守系の政治家や、ジャーナリストも多く、筑紫の葬儀には保守派の大物議員や、有名ジャーナリストの参列も見られた。元内閣総理大臣、小泉純一郎は、イラク戦争でアメリカを支持していたので対極の立場にあったが、上杉隆によれば、プライベートでは首相官邸に小泉を訪ね、オペラ談義に花を咲かせることもあったのだという。また、口述のように過去の行き過ぎた言動や報道姿勢を反省する側面も見られていた。NPO 活動中の辻元清美に政界入りを進めたことでも知られる。彼女の政治団体に、婦人名義で寄付を行っていた。滝廉太郎は大叔父。筑紫自身は、かつて、私には音楽の才能がないので、私が滝廉太郎の親戚であるということを非常に戸惑っていたと述懐している。筑紫は1993年から竹田市にある滝廉太郎年間の名誉館長を務めていた。ハイライトと丸ボロの赤を1日3箱吸っていたヘビースモーカーだった。肺がんになって禁煙した後も一服できないと面白くない、百害あって一利なしというけど、文化は悪徳が高い分、深い。人類が発明した偉大な文化であり、タバコの代わりはありませんよ。これを知らずに人生を終わる人を思うと、なんとものっぺらぼうで、気の毒な気がしますね。癌の原因はストレスで、タバコはきっかけに過ぎないと語った。ニュース23以後、TBS と専属契約を結んでおり、基本的にテレビ出演は、TBS 系列の放送局に絞っていた。ただし、フジテレビ、トリビアの泉、素晴らしき無駄知識に VTR 出演したり、年に1回テレビ朝日の特番にゲスト出演していた。ありがとうございます。